時々あるよね、サウジアラビアもドイツにめっちゃ入れられたりとか、ワールドカップでね、アジアがやられまくるみたいよく見ますよね。そう考えると日本って大量失点したことってないよね、ワールドカップで。3、4点はあるけど、10何点とか8点とかないよね。今まで誰？コロンビア相手の4点とか、今までって。ブラジル4点か。4点までやね、今までね。次大会が48見て、こんな試合増えるってことだよな そうだね。